うちの名物だよ。少し待っててくれ。こんにちは、イックです。ちょっと時間遅れちゃってごめんね。ニアさん、こんにちは。ごめん、ありがとうね。本日もチャプター3でまったりレベル上げ兼クエスト消化の旅でございます。で、前回の途中だったあのチョコボーイに乗りたい関連のクエスト行きましょうか。スモークアイを倒してこいってやつね。これじゃなくてこっちひたすらこっからまっすぐ行くとその入り口に行くのよね。一番最初の頃なんか変に裏側から行こうとして変なになっちゃったんだよね。そろそろ行くか。エイガネス、もう行くぞ。すぐ行く。なんだ、様子がおかしい。行くぞ。まあ前の終わり際に見たんだけど、また最初から見ていきましょう。本当前の配信の時めちゃくちゃ中途半端になっちゃったもんね。リアル時間がちょっと迫っていたもんで、今日はもう最初からやっちゃうので時間は大丈夫なはず。このちっちゃい通路は何もないか。いっぱい来るんだったね。あー、なんでカミカミされてるなんでカミカミされてる。まずい。フロントが毒に侵されたあー、うふぅちょっとマヨル苦戦してるこれで決めよう。うませーい。あのパリーもするで。毒はまあ終わってから直しましょう。届いてなーい。ベタン油断したな、僕と。いい感じだ。当然さて毒直してあげないと。あれ、毒直すん直すん。フリーザさん、こんちは。今から大物倒しに行くというのにこんなんで苦戦してるんでわかんねえ。どうも敵に数で攻められるともうボコ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 されてしまうな。やっぱアクションゲームは基本1対多数にならないようにしないといけないのはどのゲームも一緒だね。まあ無双ゲームは別だけど、あれはむしろ1対多数が理想なんだけど、こっちは1対多数になったらあかん。さて、この前ちょっと急いでていけなかった緩道とかやっていこうか。ほんとよね、ほんとボコボコされるわこのゲーム容赦なくさて、薄切りの森について。マラキア丘陵の西部に位置するネブラ森林、霧の発生しやすい道地において寺浮き霧が滞留しやすい地域を薄切りの森と呼ぶ。チョコボポスト自ら汚い道なりに進み、まあここ来たね。岩石群に囲まれた地球は森の方へと行けば徐々に霧が立ち込め、視界が奪われていく恐怖を実感できるかもしれない。今実感してるよ。この特有な 地形から一時代前には旧ルシス軍の秘密演習場として使用され、廃墟となった兵器、なんて読むのこの感じ、兵器跡って読んどこには今なお爆発物が残されている。物騒だ。ベヒーモスの角。この奥にいるやつがベヒーモスなんだけど、すねに角が落ちている。どういうこと。さて、ちょっと装備をまともなものにしましてと、じゃなくてこっち。ドクト
さあここからまたパニックモンスターホラー的な演出が。このゲーム作った FF 開発チームはホラーゲーム作りたかったんかなっていう思うところがなんかちょこちょこあるよね。この前のダンジョンだってそうだし、なんかホラー風味だったし。かっさりかっさり、のっそのっそ、今からあれ戦いに行くんだよ。おずまさんこんにちは。今度こそ倒しに行くよ。こっさりこっさり、もし奴が嗅覚に敏感なら匂いで一バレるよねこれ。嗅覚はそんなに鋭くないのかな。見つかってなかったの。そうなの。なんだかんだ見つかりそうで見つかってなかったの。こういうモンスターパニック系あるあるだね。見つかってそうで見つかってない。行くぞ。しかしこのゲーム奇襲というのは特に利点がないかな。まあバックアタックするとダメージ倍率はでかくなるけど、うまいことおケツをベシーンといければまあいいかな。この辺の吸気っていうモンスターがことごとく倒れてるんだよね。と一緒に右目もやられてんだな。視覚をつければ勝機はある。追いかけよう。正気あるかな、あんなでかいやつ。目と目当てたやん。こっちが見なければ目と目あったとは言わないんだよみたいな、そんな感じ。兵長さんこんにちは。前回のリベンジから始まっております。まだいないかな。さっき通ってきた道はこの辺じゃないのかな。違うのかな。霧でちょっとわからんくなっちゃったね。うん、さっきベヒーモスいたのこの辺な気がするんだけど、違うんかな。気をつけた方がいい。リトライポイント記録中。そろそろ来るかな。これやつがそろそろ来そうな。いたぞ。仕掛けるか。いや、あ、これねセブンじゃなくてフィフティーンです。場所を特定しよう。ファイナルファンタジーフィフティーン。そっとな。スモークアイを尾行して住処を特定しましょう。途中で気づかれると失って見失ってしまうと尾行失敗。スニーキング苦手やねん。苦手やねん。マジか。足っぽ見えるね。うっすらと見えるね。警戒態勢になっています。離れるか岩陰に隠れましょう。とりあえずこの長い尻尾を目印にすればいいかな。霧では買いにくいけど。おう。
あう、岩陰隠れるよ。不評の噂が大きいけど、実際遊んでみると楽しい。一番最初の初期の頃はちょっといろいろ問題点多かったけど、あれからいっぱいアップデートしてロイヤルエディションになってからはかなり快適になりましたわ。これロイヤルエディションで遊んでるんだけど、戦闘が何といっても楽しいです。個人的にこれより前にあったファイナルファンタジー7のリメイクの戦闘はちょっと馴染めなかったんだけど、こっちの15の戦闘は楽しいです。女性キャラ出てきてもすぐなくなるやつ、ネタバレネタバレ。一応そういう系のやつはお口にチャックでお願いしますね。これ見つかったらその場所で暴れ出すんかな。セブンのリメイクのはね、ちょっと馴染めなかったね。普通に RPG として遊びたかったな。ネタバレに関しては本当お願いね。15はなんだかんだ賛否両論激しくて、まあ不評の噂の方がなんかこう口がでかい感じになってるけど、実際遊んでみると今んとこ普通に純粋に楽しい楽しい。リバーさんこんにちは。音出せないけど音が出せないけど了解です。しかしこのベヒモス君一体だけでこんなとこのすのすいて寂しくないのかい。この場所自体確か周りぐるっと岩に囲まれた場所だったから、あ、向こうにいた。一人寂しくここにいたんだろうなと言ったら、住処を特定しました。隙間を進んでその先の廃屋へ向かいましょう。ホストだらけイケメン、まあそれも FF15 のまあよく言われるあれなんだけど、やってるとファイナルファンタジーってみんな普通美男美女ばかりだし特に気にならないな。やっぱゲーム実際遊んでみないと本当のそのゲームの評価というか自分に合うか合わないかってわからんもんだからね。まあ私もその15の悪い評判はいっぱい目にはしてるんだけど、実際遊んでみたら気にならないわ。普通に楽しいわ今んとこ。ただまあストーリーとかに関しては中盤以降が結構自由度なくなってやばいらしいけど、お疲れさん。今まだ序盤だし。そしてみんないつの間に先にいたの。一人で頑張ってこそこそ言ってたのにいつの間に先行ってたんだいね。やっぱ遊んでみないと分かんないよねゲームね。まあ夜中には動画だけ見て済まして、でその実況者が言った感想を鵜呑みにしてそのままブワーッと拡散してしまう、まあいわゆるエアプ勢とかそういう人いるけど、やっぱ実際遊んでみないと本当の評価分からんもんよね。そうそう、10人トイレはそうなの。まあこのゲーム合わんって人も合わんいるのはもう承知してます。まあでも最初期に遊んだ人はもう一回ロイヤルエディションから遊び直してほしいところはあるかな。かなり遊びやすくなってるので。でこのゲームあのプレイステーション5持ってたらプレイステーションプラス会員になってるとこのゲームなんとそのまま遊べますっていうね。太っ腹、ロイヤルエディションが遊べるの太っ腹。ドラム缶をファイヤーで爆発させてスモークアイ攻撃する。おっと、そうそう、レビュー見て判断しちゃってそれで全部やっちゃうのはもったいないよね。それ全部批判しちゃうのはね。でかマジか。ファイヤーの魔法てか多分作ってないな。ちょっと待って、94個がぶっ込めるの。でこれ装備しといてと。
で、ドラム缶が何だって、ここにドラム缶あるよ。遠い遠い。こうちょうどスモーカイがこっち来た状態でドラム缶来た状態で、キスキスてかすぐに魔法打てないんだった。クールダウンあるんだった。そうだった。チェイ範囲が広い。あぶにゃい。FF 独特って感じ。そうなの、 FF 初のオープンワールドだからね。ハリー、よし仕切り直そう。仕切り直しだ。オッケー。はいよ。え、ちょっとちょっとドラム缶のとこ、ドラム缶のとこ、ドラム缶のところ、ドラム缶、よし行った、入った。ドラム缶の爆発すごい、痛い。片がめっちゃ抜けてる。そしてこっちはめっちゃ吹っ飛ぶ。仕切り直し。メガネをバカにするわけじゃないんだけどね。おお、ドラム缶爆発でいき、いったね。尻尾切りたい。モンハン的な発想、尻尾切りたいってなるよねこれ。おお、派手な効果音。あ、なんかいつもと違うな。ボス戦をクリアしたということか。なんだかんだちょっとみんなにこやかな顔になっているような気がするの、気のせいかな。今後もこういうドラム缶あったら、この系の魔法で爆発するってことを覚えといた方がいいねこれ。まあもしかしたらここ限定かもしれんけど。さてご報告に戻ろう。あれ、ここ入り口に戻るってできない？チョコボ乗りてー。ああ今普通に流したね。このクエスト終わったから多分チョコも乗れると思うんだけど。ナイス討伐ありがとう、雰囲気で。ありがとう。ダクソだったら尻尾切ったら武器になる、確かに。フロムゲーだと確かにそうだね。敵の部位の一部をこうもろい武器にしましたって感じの武器あるよね。特にブラッドボーンとかそういうの多いわ。さて出口がどこだ。ここはダンジョン扱いじゃないからなんか戻れない、ワープで戻れないっぽいね。あ、確か前ここから行けないってやってたからこっち行けばいいんだ。こっちこっち、前外側からなんか出口の方から向かおうとしたのあったもんね。虫が多くてやだな。軟弱者、ひたすらこっちの上の方行けば多分出口があるのでは。これ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 、こういう場所、ズザードカン。派手、スライディングでぶっ壊した。さていつの間にやら夜、ちょっと夜の探索危ないのでワープで戻りたい。こんなの大丈夫かな、戻れね。走って戻れと、しょうがないな。そこの板だったのよ。そうなのよ、前外側から来た時にあそこから行けない行けないって悶々としてたもんがのが本当懐かしいね。さて夜の探索非常に危ないんだけど、ワープできないわ。敵が出てきませんように。気持ちいいな。そうだな。夜はね、通常のモンスターとは違う死骸っていう夜限定のモンスターが出てきてね、そいつら普通のモンスターよりも強いんだよ。いきなりレベル高いやつも出てきたりするから非常に危険です。あんな感じでさ、こんな感じでさ、モワモワーとさ、レベル30に入れましょう。
逃げましょう。レベル30。鉄巨人はまだまだ倒せない。逃げる。それプラスあの帝国兵が普通にまた来るので、フィールドの敵と戦ってる間に帝国兵が乱入してきてもわっちゃわっちゃしっちゃかめっちゃかっていうパターンになりかねないので、夜はとにかく逃げる。あ、ここまで来たら車に戻りできるね。ワープ、うん、危なかった。お、光だ。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。わかる。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん、君たちにならいつでも貸し出すよ。無料？無料？心配してたとこだ。無事でよかった。そうそう、今日のバイオハザードのあれであったね、体験版、バイオハザード8の体験版はプレステ5限定って書いてあったね。ちょっとプレステ5持ってないからちょっとうーんってなっちゃったけど、まあプレステ4版も後々出るらしいから、そこで期待しておきましょう。やったー、早速乗ってみようよノクト。ちょっと寝てからね、夜に出歩くの危ないわ。やっとチョコボだけど、チョコボレンタル券売機タダじゃないのかなやっぱり。レンタル期間を設定し料金支払うとタダじゃない、お金かかる。三角ボタンで横で呼び出す。ほう、レンタル期間過ぎるとチョコボ帰っちゃいます。住むのを嫌がった時は降りて移動しましょう。あ、嫌がる場所とかあるんだ。まあとりあえずそれはそれとして、朝にならないと危険。体験前やってた人はね、それプレステ5持ってる人だわ。プレステ5持ってる人は今日からできるんだけど、それ以外のプレステ4とか Xbox とかの人はまだ後日なんだよね。プレステ5をまだ持ってないっちゅうねん。ほんと、もうもうって感じなのよ。5月までにプレス5入手できるか。そうなのよ、そこが問題なの。まあでもとりあえずプレス4版でも出るって言ってたから、まあとりあえずはゲームできるから安心かな。できればプレス5でやりたいけど。おお、見事なジャンプで。お見事なジャンプで取っとこう。これはちょっとかっこ悪いシーンかな。おお、なんかカラーリングが派手になっとる。取っとこう。え、プレステ4版？え、多分それ違うよ。だってカプコンさんの公式がプレステ5は本日から体験版配信ってなってて、プレステ4と Xbox の人は後日って書いてあったよ。もう私もちょっとこの配信終わったら後からちょっとチェックしてみるけど。本当自撮り好きだよな。俺だって映りたいじゃん。自撮り好き、撮っとこう。俺かっこいいのだろ。暗すぎてわからん。絵になるからずるいな。暗すぎてわからん。これはダメだ。できればプレステ5専用だったソフトはプレステ5でやりたいよね。バイオもともとプレステ5専用で売り出す予定だったしね。あまりにもこう普及されてないもんだから、急遽プレステ4版を出すことになったっぽいね。あら、なんかちっちゃいのがいる。あら、かわいいの。モフ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 させろ。はあ、触らせろ。はあ、かわいい。ガスカ地方で集落や畑を襲っていた野獣。あ、ラジオでちゃんと言われてる。スモークアイは野獣ベヒーモスの中でも特に凶暴で力が強く、これまでにも何度かハンターによって大規模な駆除作戦が行われていましたが、なかなか成功せずに周辺地域の住民には不安が広がっていました。メルダ教会の発表によると、今回退治に関わったのは
熟練ハンター4人で、特に地域への被害の報告もありません。熟練です、どや。ちゃんとこのラジオって討伐したクエストのことも言ってくれるんだ。今後はこまめにちょっと聞いてみようかな。大きくなったらチョコボになるの、そうなの、こんなになるの。餌をあげる、唐突唐突。あげてみる？焦るなって。はいはい。かわいい。ノクト大丈夫？これも多分きっと写真撮られてるね、これ。なんかチョコボ乗れるようになったからか、ここの風景がガラッと変わったね。おはよう。おはよう。ようやくチョコボなの、そうなの。撫でる？あら、よし。あらよしよしよし。うわ、やりたい、もふりたい。チョコボ超かわいい。全力でもふらせたい、もふりたい。ほらほら、むぎゅー。あら、嫌がる嫌がる子もいる。全部撫でておこう。よしよし。しょりしょり。はあ、もふらせろ、リアルにもふらせろ。あら、よしよし。よしよしよし。イグニスが真顔でチョコボ乗ってる絵が割れそうになるんだか、そういうのがあるの。あ、スナップコンテスト、写真コンテストでそういうのがあったんかな。ノクト、これ見てよ。これどれ？チョコボ資料減量支援用。なんだこれ、デブ用？デブチョコボ用。せめてデブチョコボって言って。この世界にもデブチョコボいるの？ん？取る？取る？この辺で取ろうぜ。いいね。ここで取るよ。はい、取ります。記念写真。いい感じ。キャンプした時に見れるから、まあその時に。メガネ君イグニスで合ってるよ、大丈夫よ。名前ちゃんと合ってるよ。いらっしゃいませ。チョコボカスタマイズとな。チョコボレベル1、名前変更したり色を変えたり、種と果実を手に入れることで新しい色を選択できるようになります。へえ。ショップで売られていない。チョコボレースで見つけることがあったり、天使ウィズが種元を例に負けてくれたりします。チョコボレースもなんか言ってたな、そういえば。あ、みんなそれぞれ色変えられるんだ。へえ。メダル？レースメダルをつけることができます。そもそもレースやっとらんやん。ご利用ありがとうございました。そもそもレースってなんぞや。チョコボレースの話は特にまだ何もないのかな。このちっちゃいチョコボを抱き上げて移動したいんだけど可愛すぎて、もふりたい、超もふりたい。このもふケツ、もふもふしたケツ、あー、手を持って入れたい、手を入れたい。あー、もふもふたまらんの、たまらんの、もふもふ好きすぎてたまらんの。いや、いらっしゃい。君、あのカメラを持った子のお友達だよね。プランプトのお友達ですよ。ああ、そうだけど。一枚写真を撮ってきてくれないか。何の？野生のチョコボだ。ほう。この近くに住んでいるんだが、最近見かけないんだ。心配でね。ああ、まあいいよ。ありがとう。うちの子たちの世話もあって、様子を見に行けなくてね。よろしく頼んだよ。この辺の野良チョコボもちゃんと世話してるんだね。ちょっと試しにチョコボを借りて行ってみようか。レンタル期間1日で50ギル。とりあえず1日借りてみるかな。どんなもんか。で、クエストの場所がどこだって？わりかし近かった。チョコボ呼ぶ。ズザザザ
頼むな。初チョコボー。あ、ちゃんとみんな乗ってる。ノクト、なんか話してたよね。またチョコボの写真撮ってこいって。いいね、任せて。張り切ってんな。野生のチョコボか。すぐ見つかるといいな。みんな結構はしゃいでんね。ジャンプしたりとかはしゃいでんね。お前も来いよ。おう、引っ掛ける。クエークエーでみんな結構はしゃいでるのいながら結構はしゃいでるわ。やっぱ普通に走るよりも圧倒的に速いね。こりゃいいわ。ん？ドリフト？ドリフト？それは多分車の説明なのでは。これ？ドリフトってこれ？ズザーまさかのチョコボでもドリフト。チョコボが発射されているだけにしか見えない。バタ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 。ではこの向こう側行けないよ。またこの周りぐるっと回ってみようか。行けそうで行けない。ちょっと待てー。マップから見ようか。やっぱここ回り込むのなんか違う気がする。前のベヒーモスとなんか同じことしようとしてるわ。レベルアップしました。お助けチョコボ。バトル中にチョコボが助けに笑われるようになりました。来るか来ないかはチョコボの気分次第。おお。そしてチョコボがチョコダッシュを思いつきました。1回のバトルに1回まで運任せの闘争を行います。だな。ただの移動用だけじゃなかった。レベルあるみたい。そういえば左下にレベル書いてあるわ。ここを登っていけないもんかな。たー、いけねえ。いけねえ。よいしょ。この行きそうで行けない岩の山よ。行ける場所が見当たらないな。またしても。ここかな。こっから回り込んでいくんかな。風が気持ちいいね。そうだな。ここがさっきのあのベヒーモスいた場所でしょ。なんか位置的に同じ場所っぽいなこれ。さっきベヒーモス飛ばした場所に行けば多分大丈夫。無理？さすがに無理？無理だわ。うん、ありがとうチョコボ。つぶらな瞳も可愛いね。あとは走っていこう。あ、いた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 。逃げちゃう、逃げちゃう。これはどっか追い詰めればみたいな感じ。おう、お前らじゃないよ。お前らじゃないよ。やるかい。あれ、みんなどこ行った。よし、完璧。みんなどこ行った。みんなと離れちゃった。なんだかんだみんなが来ない。もしかしてどっかで引っかかってたりする。
ここ抜けたらみんなと一気に合流しないかな。直感場なんかこっそり行けっていう指示も特にないし、追い込んでいけばいいのかな。あ、みんな来た。で、場所的にはここだね。そのはずだ。探そう。いたよ、いたよ、走り回ってるよ。ドドドドドドド。そういうこと。あとは位置を合わせて丸ボタン。開いた。よーし、任せて。あら、ぶっとる。うん、バッチリ取れた。うん、バッチリ。無事撮影できてよかったな。ちゃんと映ってるか。当たり前だろ。自分用にも撮ったか。当たり前だろ。当たり前。さて、戻ろう。あ、そうだった、一旦ここ出ないとダメなんだった。確か出口があっち、入り口戻った方が早いかな、これは。正式なダンジョンなら入り口に戻るってコマンド出てくるんだけど、あくまでフィールドの狭い場所っていうカテゴリーなのか、脱出するっていうコマンドが出ないね。進むよ。位置が進むよ。この辺、こっちかな。虫が多くてやだな。軟弱者。こっちで合ってるはず。行き止まり。違ったわ。出口。右か左かどっちだ。あ、この鉄塔立ってるここかな？こっちかな？出た、やっと出た。バイオビレッジ体術ある。あ、まだその最近の動画まだ見てないのよ。そうなのね、体術復活したのね。後でもろもろ見たか。ちょっと配信始まる前にちょこっと確認しただけだから詳しくは見てないのよね。チョコボに会える。緊張がほぐれるな。さて、とりあえずご報告。今日は何の？そっちじゃない。普通にやっちゃった。そっちじゃなくて、食べていくか。クエストの方で。ありがとう。おお、よく取れてるな。それで大丈夫か。ああ、よかった。元気そうだ。写真だけでわかるんだな。私も飼育歴が長いからね。これはお礼としてはなんだが、君のチョコボに使ってみたらどうかな。アイテム枠は4つ。4つの中でやりくりしろ的なタイプね。なるほど。ゼルファトルのなんとかのため、この種シリーズがチョコボの餌で使うってやつね。チョコボポストにようこそ。で、買うってやると
キャンプで泊まる際に食事として与えることで優位なステータス効果を付与することができます。チョコボパワーアップしてどうすん。スタミナが上昇、なるほど。ジャンプ力もアップ、ジャンプ力アップすればもっといけるとこ増えるかもね。ちょっと買っとくかな。あ、フォーに似てるってこと。あ、そういうことね。4つ歩いてみじゃなくてフォーに似てるね。なるほど。またいらしてくださいね。主観視点モフモフ。あー、かわいい。こっち見た、かわいい。グラフィックの向上の恩恵をめちゃくちゃ受けてる感じはする。あー、かわいい、たまらん。あー、かわいい。あ、ごめんに。そりゃ写真も撮りたくなりますよ。なんだ。で、なんかチョコボレースがうんたらかんたら言ってたのはまだできないのかな。特になんもないか。これは討伐依頼うんちゃらかんちゃらしか書いてないしな。まだないか。で、サブクエストちょっと行ってくるかな。うまスカート決めたく絶好したくなっちゃう。絶好ってなんだっけ。なんだっけ。写真だけでわかるもんなんだな。気にするべき場所を心得ているんだろう。さすがだ。ここの子たちが幸せそうなわけだ。みんな可愛い顔してたもんね。ブラウンと行こうぜ。今行く。広い。で、このクエストが。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのかあれ。大皿ってどういうこと？ここまで来たならカーテスの大皿にも寄ってみないか。行きましょう。どういうもんかよくわかんないし、行きましょう。ああ、行ってみるか。よかった。神話の隕石を見てみたかったんだ。聖地巡礼。の前にちょっとトレジャースポットも拾ってからね。アイアンバンクル今更もらっても。さて、聖地巡礼、まあチョコボで行った方が早そうね。ピー、よろしく。食材みんなも乗ってるよ。では行きましょう。可愛いだけじゃなく快適。チョコボ最高ね、ほんと。ほんとみんなはしちゃける。やっほー。豪快だな。ノクトも叫んでみなって。自分だけでやってろよ。ほんと景色も綺麗だしね。乗ったまま拾うのは無理か。やっぱ無理か。降ります。ありがとな。また頼むぞ。そうか、どうした、イグニス。遠いところで。新しいレシピを思いついたぞ。おう、楽しみだな。今なんか敵がチラチラいたんだけど。で、ちょっとこれも拾っといてと。また呼ぶ。遠くでなんかでかい生物がうろうろしてるよ。ちょっとあれも見に行ってみる。ここにもでかいのがいるけど。オフオフオフ。こっちから仕掛けなければ大丈夫みたいだけど。ああ、このもっちりとしたケツもまた可愛いな。これもちもちのケツ、ペチーンってしたい。ペチーンってしたい。もちもちのケツ。ほんと動物みんな可愛いな。で、あの遠くにさ、なんかでかいのがのっそのっそ歩いてるんだよね。
風が気持ちいいね。そうだな。でかい。さっきのビヒーモスよりもでかいんじゃないこれ。何匹かいるみたい。近寄ったらまずいかな。リアルなテスがチョコボの手先部分が乗るには邪魔に感じるね。まあもっさもっさあいたたってなりそうな気もするけど、まあそれもそれでモフ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 って感じでいいんじゃないかな。まあもし戦闘になったら全力ダッシュで逃げようか。泳げるチョコボ、泳げる。おおでかい、すごい迫力満点、すげえ。おお、なんかもう恐竜と出会いましたみたいな感じの。ここはジュラシックパークって言ってもおかしくないぐらいの。こっちから仕掛けなければ大丈夫みたい。おおやっぱこういうのオープンワールドの醍醐味よね。敵のデカさがこうリアルに感じ取れるみたいな。さて恐竜気分も満喫したし、カーテスの大皿行こう。ジャケット脱いだらどうだ。あ、そっか、ここも泳げるよね。本当みんなジャンプしてはしゃぐの好きね。ぴょんぴょんジャンプしてる。で遠くにでっかい建物あるけど、あそこはまだちょっと置いとこうか。順番に行きましょう。なんかチャプター3入ってから世界がいきなりぐわーっと広がったので、ほんとちょっとずつ行かないといきなりヤバい敵と遭遇しそうで怖いわ。みんなのチョコボ早い。やるぞ。おう、なんだいなんだい、あちこちからなんだいに、逃げる逃げる。なんだかんだ早くしないと日が暮れてしまうわ。ここをもしかして特定の方向からしないといけないパターンかな。あら、みんなスマホ見てるのに叱られた。あららら、なんでやろう。なんか音が漏れてたんかな、もしかして。入院中にスマホ見るぐらい特に問題ないはずよね。スタミナと速度が上昇しました、ビヨーン。まあそれはそれとして、向こう側どうやって行くんだい。あ、この道路からぐるっと回ってこいって話かな、これもしかして。ここの道路から回ってくればいいんじゃん。なんか無駄に努力してたな今。一狩り行っとくか。一狩り行きますか。よいしょ、オフオフ。ねえ大丈夫。おら、ハッ、行くぞ。見てろよ。白膜手術したばかり。本当は安静にね。やれよ、しゃべないか。でスマホ見るぐらい特に問題ないと思うんだけどな。入院中でも、ね。集合する。オッケー。はいよ。ノクト。はいよ。まあでも角膜手術だから目に悪いからあんまりじーっと見つめるなっていうことなんかな。容赦はしない。危ない。乗った、分かってる。もしくは音が燃えてるかのどっちかだね。音が燃えてたらちょっと恥ずかしいな。音漏れは恥ずかしいな。さ
も。おい、で滑った。行くぞ。危ない。終わりか。このラッシュリングってどうやって発動するのか分かんない。ノクト、ケイクセイ、グラディオン。そこも乗ってても戦闘ならないわけじゃないみたい。これで決めよう。ナイスグラディオン。頼んだプロット。終わりか。見えてる。癒しボイス聞こえる。恥ずかしいです。これで決めよう。一般の人からしたら誰って感じになっちゃうから。そうか。イグニス、新しいレシピを思いついたぞ。おう、楽しみだな。この顔。このレシピを思いついたドヤ顔がなんだかんだ最近ツボになってきた。チョコボー、よろしく。日が暮れるまでに間に合うかな。これチョコボに迫撃砲つけたり機関砲つけたりパイルバンカーつけて戦闘しよう。それできたら面白いんだけどね。チョコボに武装させて移動式武装チョコボみたいな感じのできたら面白いけど、ちょっと可愛さが減ってしまうな。こっからこの道路に乗りたいんだけど。だいぶ遠いな。また逃げる。でもなんだかんだチョコボ乗ってるとあの帝国兵は来ないね。あ、めんどい。普通の敵は来るけど帝国兵来ないね。チョコボ乗ってる間帝国兵のレーダーに引っかからないのさってことなんかな。普段徒歩で移動とか車乗って移動してるとめっちゃ帝国兵来るんだけど。おお、なんかでかい鹿っぽいのがいる。おお、これはあかんかんかん、これはあかん。ゆっくり観察できない。向こうから仕掛けてくるタイプや。危ない。こっから道路乗るでしょ。道路でしょ。あ、どんどん日が暮れていく。てか道路高すぎて道路に乗れない。この辺なんとなく暑くない。ああ、俺もそう思ってた。隕石がかなり近いはずだ。その熱かもしれない。車よりも快適よ。車だとやっぱり道路しか走れないからね。チョコボはその道路関係ないとこも走れるから快適。でとりあえず道路沿いに行くでしょ。道路沿い行くでしょ。絶対これ夜になる。これやばい。やばいな非常に。でこっからこっちの道路乗れない。多分あの光ってるあの場所がカーテスの大空なのかもしれない。でここに近場の道路あるでしょ。でここから道路に乗っていけば行けるんじゃないかな。さて夜になっちゃった。敵が強いの出てくるぞ。危ないぞ。チョコボにもライトがセットされてるわ。ありがたいわ。あの胸元のアクセサリーがちゃんとライトっぽくなってんだね。ちょっと疲れてきた。ずっと歩いたからな。チョコボ乗ってます。チョコボ乗ってるけど疲れてきた。まあお尻が痛いってあるんかもしれんけど。まあでも実際こんだけ激しく動く乗り物乗ってたら体支えるのもなんだかんだ大変なのかもしれない。なんだかんだ乗馬とかもセンスがいるっていうしね。なんか腹筋とか体幹使うっていうしね。隕石ちらっと見えたけど。ここか。帝国軍か。やめ。刺されてんのか。
会話にしれっと帝国軍艦って入ってこないで。気づかれた。あ、そういうこと？そういうイベント？夜にやめてくらいからそういうのやめて。結構まずくない？まずいね、まずいね。今やるしかねえか。やるしかない、やるしかないやるしかないか。まず敵を減らして、注意、相変わらずミサイルの強力すぎる。あとはこいつだけかな。レベル23、まあなんとかなるでしょう。魔法ドーン。電気に弱いよね、きっとそうだよね。なんか敵兵もう一匹いるけど、まあいいか、魔法で多分終わるでしょ。大剣の方がいいかな、かけないかあんまり。槍の方がいいみたい。こいつは硬いぞ。非常に硬いぞ。おう。仕切り直そう。仕切り直した。おいよな。ひたすらボコボコするしかない。えう、たまにガードボタンが反応しない時があるな。お、今のがもしかしてダッシュリンクってやつなのかな。指示で出ないときに出ちゃってるけど、ひたすらボッコボッコ、なんかダウンしてるからボッコボッコ、めっちゃダウンしてるからボッコボッコ、これでもかとボッコボッコ、必要以上にボッコボッコ、それでも硬い。ちょっと回復。おっと、ちょっとピンチ。なんかマップシフトする場所、そういえばこの辺ないな、ないな。MP 回復する場所ないな。自分に踏みつけが痛い。ボカボカ。今のところは援軍が現れる可能性もある。一旦おお、そうだった、やった、危ない危ない、そうだった、爆発するんだった。おう、なんだね。次はそろそろレスタルムか。その他もまだ見て回りたい。もうちょっといろいろ見たいわ。何？まあイリスも町にいるなら安全か。じゃあ好きなとこ回れよ。一気にやることが増えすぎて、まだまだメインストーリーはストップしとくわ。で、聖地巡礼のクエストはこれでいいのかな。うん、とりあえず終わったっぽい。夜に来たからあんまりよく見えなかったって感じのイベントになっちゃったな。しまったな。とりあえずまだら。
ほんとやることが多すぎて、いつメインストーリー行こうかっていうぐらいもう多すぎてまだ行ってない場所もいっぱいあるんだよね。人のいる場所で休めてよかった。外も悪くねえんだけどな。安全ってのは何よりだ。というわけで寝る。ゲーム内の時間が夜11時になってるわ。帝国兵の戦闘めちゃくちゃ時間かかりすぎちゃったわ。なんだかんだチョコボとピースしてる。戦う。ああ餌あげてるやつこれも戦う。モフー取っとく。みんなで映ってるのっていいよね。ねえいいよね。やっぱこういう旅の思い出的なのいいよね。で左のチョコボがこっち見てるのも可愛いよね。うまく撮れてるな。にっこり。これも撮ったかった。モフ取っとく。モフケツ。何とも言えないな何とも言えない。なんかアート的な絵も感じるけど撮っとこう。あーこれ夜だからあんまりチョコボが見えない。残念。タイミングバッチリだぜ戦闘記念というわけで撮っとこうと。さて、あとやるのといったら、そういえばこのシドニーのイベントあと持って帰るだけだったわ。コーティング剤見つけてきたはずはずはずだよね、だよね。というわけでまたちょっとハンマーヘッド戻ろう。なんだかんだ新しいエリア行くと魔法のエレメントがキャンプの近くに3種類落ちてるってパターンがなくなってきたから、意外とエレメント不足してるな。そういえば最初のマップだと結構キャンプ地に3種類丁寧に置いてあるんだけどね。ここ車用品が多くて好きなんだ。なあお前機械に強いもんな。さてまずは報告と。おっと来ねえのか。まだ行かない。でシドニーどこ。あいたいた。おかえり。場所わかった。ああ見つけた。さすがだね。じゃあそれが報酬。吹きつけておくと車が汚れにくくなるから、車を愛してる人には絶対おすすめ。綺麗な車に乗ると気分も上がるでしょ。車汚れたことあったっけってな感じで、わりかし綺麗。今んとこ綺麗。そしてまだ何かあるらしい。お、王子。お使いかまあいいか。そう、お使い。いいものがあるって連絡もらったんだ。エンジンの下級機、興味ある？これがさ結構性能いいやつなのに、廃車から外したけどもらい手がいないから放ってあるんだって。取りに行ってみたら。まあこれをいろいろやっとくうちに車の性能もアップしてるはず。いきなりレベルがガッと跳ね上がったな。
まだそっち行けない、ここ封鎖されてるからまだそっち行けない。あとできそうなやつ、あ、この前助けてって言ってたこの人ほったらかしてるな、ちょっと行ってこようかな。車の話をするシドニーって情熱的だよね。ああ、ドキッとするな。え、ちょっとやめてよ。何がだよ。彼女が進めるくらいだ、探す価値のあるものなんだろう。うん、シドニーがおすすめなら俺は全力で探すよ。こいつら同じこと言ってんだよな。ほっといてやれよ。プランプトの片思い。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。この辺の交差点というか十字路だったと思うんだけど、あ、確かこの辺、いや行き過ぎ、いやこの辺だったような気が。ここで降りるぞ。行こうぜ。この辺でなんか助けてって言ったような気が。うん、ここここ、この辺。岩陰に隠れてるパターンかな。おー、いたいた。ポーションあげる。ありがとう、助かった。やったー、完璧。トロフィーゲット、スカイをつなぐ物語ランク4。この負傷者のイベント、そういえば新しいエリアではまだ出てきてないな。まだまだ探索不足かもしれない。あとできるクエストはレベル20はちょっと厳しいな。デイブのドッグタグ探しはまあ別に配信会でもいいかな。あとはってない場所とか、ん、ここのサブクエスト、あれもう一個あるな。あとレストスティステップ、レストストップが言えない、レストストップとか。一旦向こうの地点に移動しないとなんともかんとも。とりあえずチョコボのとこ飛ぶでしょ。あ、レンタル期間終了したため、そうだね。まあある意味敵が落とす素材を売りまくればお金は簡単に作れるから、チョコボのレンタル期間も何日間もいっぱい取っちゃっても OK かもしんないね。でここのサブクエストのマークがさっきやったんだけど、ちょっと重なってて分かんないな。あ、またまたこの方ね。おお、君か。どうかしたのか。外に弱っているチョコボがいると連絡を受けてね。様子を見に行ってきてくれないかな。できれば助けてやってほしい。ええよ、わかった。フラフラチョコボ、今度はなんか敵との戦闘がありそうな予感がする。こっち側まだ行ったことないし、新しい場所向かい通りかな。
車を置いてチョコボ借りていこうかな。最大まで何日借りれるんだろうか。7日間が最大か。じゃあ7日間。早速もしかしたら変なものを食べてお腹を壊しているのか。の乗れない場所が悪かった。乗れない。待ちたかっち。頼むな。弱いか。心配だな。回復薬も持っていった方がいい。手持ち確認しとけよ。ああ分かってる。ポーションならあるよ。行こうぜ。ちょ待って。なんか見慣れないアイコンが見えるんだけど。こっち。ありがとうチョコボ。いやみんなチョコボ乗ってる。乗ってる。ここでは君たちチョコボ乗りの腕前を試すことができるんだ。あ、これがレースかな。もしかしてスモークアイがいなくなってチョコボたちも元気いっぱいだ。その中でもとびきり元気な2羽を貸すから、ぜひお友達と競争してみてね。おっと、いきなりプロンプトとレースで遊ぶ。まあ、やってみようか。よし勝負だノクト。どんなもんか試しに。スタミナの使い方が重要です。おう、読み込み早くて読めないよ。相手より先ゴールしましょう。チェックポイント順番に回らないとダメ。ほうほう。まあ、ともかくレースよね。ゴー！ゴー！ていうか早いな。無理だよこれ。めっちゃ差がついてんだけど。これ早い。無理。あ、全力疾走うまく使えってことか。なるほど、全力疾走するとスタミナ使うってことね。いや恨まないでよ。にしても早いよ。向こうのスタミナどうなってんだよ。あ、連打すると一気に行くのね。なるほどね。しかしこんだけ差が開くと縮まるのかな。さこの全力疾走ボタン早く気づくべきだったね。負けるかよ。うり。もう無理だ、おしまいだ。先にゴールされちゃった。やり勝った。もう一回。まあこれはさっき分からなかったから。うん、お疲れ様。残念だったね。ぜひまた挑戦してね。やあチョコボ乗ってく。よし勝負だノクト。今度は最初から全力疾走をうまく使えば。レディーよーいスタート。最初は肝心ってな感じで前に出てみた。あ、早い、ちょっと早いよ、ちょっとそれ。あ、これチョコボのレベルもあるから、もしかしてレベル上げてからやった方がいいってことかな。よっ。あー、コースはみ出しちゃう。うり。合格って感じ。うん、多分まだこのレベルでは勝てそうにないな。スタミナ回復速度まだ遅いしね。よっ、うれ。スタミナがないよ。
ダメだな、これ現時点では勝てそうにないな。恨まないでよ。どう頑張っても無理だこれ。レベル上がってからまた来ようっと。レベル上げてからもう一度ということで、お疲れ様。残念だったね。ぜひまた挑戦してね。だいぶ後でね。さて、ふわふわチョコボのイベント行こうか。よろしく。ふわふわチョコボ、神々、そして私は神々です。こっちのフィールドの方でも全力疾走ってあったわ。よっ、おっさきー、なんだとー、たーう車飛び越えられない。ジャンプ力アップする野菜食べさせてあげれば車もピョーンって飛び越えられるかもしれない。無駄にジャンプしちゃうよね。可愛いからしょうがないね。チョコボの声もなんだかんだ可愛いよね。風が気持ちいいね。そうだな。チョコボが時速何キロで走ってるのか分かんないけど、実際にいたら乗ってみたいな。こっちが加速するとみんなも加速しちゃう。前で出かえてしまう。もうみんな出たがりさんね。ここは気持ちいいな。そうだな。のどか。全力で車の横断を邪魔するやつ。さて、そろそろ道路から外れていこうかね。気持ちいいね。そうだな。それ。なんだい？あ、トゲトゲくんね。ちょっとこの先のクエストどんなあるか分かんないし、戦闘は避けていこう。もしかしたらなんか強敵いるかもしれないし。なんかうろついてる。早く探そうぜ。うん、助けてあげよう。けど大丈夫か。あ、あそこに黄色い物体がいた。いた。チョコキックを覚えたぞ。キョラちゃん、キックお見舞いします。戦闘中のお助けてくれるらしいけど。うん、
ありがとうチョコボ。うん、チョコボだらけ。あ、この子のことだね。ノクト、回復薬は持ってきているか。あるよ、ポーション。みんなのチョコボを見守りつつって感じだね。おお、よかった。気をつけるんだよ。あとは報告なんだけど、あんな状態じゃ襲われたら終わりだったな。間に合ってよかった。これで明るい報告ができる。ああ、ほっとしたわ。さっきいた敵ちょっと戦ってみようかな。なんかあのムカデっぽいやつ、レベル20。まあ大丈夫かな。リュウリス、こいつらの弱点は何だ。ダメだ、情報が足りない。ドクト、頼めるか。危ない。どうよ。よし、よし、ラジオ、はっ。まあ、そんなに強いやつではないかな、今んとこ。毒巻き散らしのもちょっとやばいけどね。状況は心配するし。よし、行くぞ。臨機応変にな。これならどうだ。こいつが脆いし、だんだん攻撃すれば OK っぽい。調子いいじゃねえか。まあな。虫ダメだったよな。俺、うん、全然ダメだね。だよな、俺も。 EDF の出番だってなるかもしれんけど、まず報告するかな。確か車がさっきの拠点に止めてあるはず。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。今なんかジャンプでうーんと飛んできましたってみたいな感じになったな、みんなして。テレビの昔使われた手法みたいな、ジャンプで向こうの映像飛ぶよみたいな。さて報告、見つけたかい。あ、元気になって動いてたよ。元気に。じゃあ君が助けてくれたのか。ありがとう。お礼の用意がなくて申し訳ないが、これは新商品でね。君のチョコボにもどうぞ。確か野菜はキャンプした時じゃないと食べさせられないんだよね。今日は何の用だい。じゃなくて、なんかクエストないかなの話よ。りないかい。クエスト。いや、突然だが、うちの店物足りなくないかな。うん、唐突。何か新しい料理を出したくてね。野菜にこだわってみたいんだ。もしいいものを見つけたら譲ってくれないか。じゃあ、なんか見つけたらな。うん、何の野菜？エーギル持ってたっけ。持ってた持ってた持ってたわ。あげるわ。今日はじゃなくて普通に話すやっちゃうな。クエスト。渡します。ほう、これがおすすめの野菜か。まあ一応。どんな味なんだい。多分うまい。そうか。じゃあそれを信じて早速新しいメニュー。まあノクトは野菜嫌いって言ってたしね。味見してってくれ。でこの新しいメニューも多分イグニスが再現してくれるはず。今日は早速食べてみようかね。お兄さん方は変わりないかい。デブチョコボバーガー、これは
とんでもないな。 HP アップと経験値アップ。早速今用意するよ。絶対一人で食べられないやつこれ。来た来た。食べきれない。これなら再現できそうだな。やっぱりメテオ盛り、メテオ級の大盛り。大樹を頼めるかな。レベル19討伐依頼はちょっとまだ厳しいかも。もうちょい後回しで。また顔を見せてくれ。でクエストは、クエストはあるね。ああ、いいところに。ずっといるよここに。どうした。野生のチョコボが襲われているらしいんだ。追いかけられているのを見たって情報が寄せられてね。任せろ、見に行ってくる。チョコボの危機だわ。でレベルは何だろうな。12、まあこれならいけるね。場所的にん、これ一番最初のエリアだね。だいぶ戻るねこれ。ってなると、ってなると効率よく行こうと思ったら、宿泊地が確かここで宿泊したような気が。ちょっとごちゃごちゃしてて分かんないけど、多分ここで宿泊したから車で向こうに行って、で宿泊地に戻るで報告でいけるかな。報酬はこれか。追いかけられてるって。急いだ方がいいな。すぐに行こうよ。回復薬も持ってね。その前にちょっと、分かってる。その前に休もうぜ。夜になっちゃうわ。ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。なんかこの世界で流行ってるスマホゲームらしいけど、キングスナイトって。これも当時実際に出してたんかな。レストランショップのおじさんも何マジとんねん。何一緒にマジとんねん。取っとこ。あ、これ楽しそう。イグニスの全力変顔取ったか。マフマフビヨーン。イグニスがビヨーンってしてる。なんかイグニス毎回楽しそうだな。これはちょっと画面が暗いから分かりにくいな。なんだかんだ推しキャラがイグニスに固定化されてきたような気がする、私の中で。ちょっと待って、食べてから行こう。今日は何の用だい。飯でも食べていくか。少し待っててくれ。デブチョコボバーガー再び。なかなかうまそうだ。これ一人分とか無理だよ。そして食べるときもなんか小皿に分けてってしないと無理だよね。また顔を見せてくれ。でオートドライブでクエストの場所にワープ。便利。多分この機能も初期バージョンではなかったんだろうなっていう気はするね。アップデートを重ねてかなり面白いゲームにはなったけど、初期の方はひどかったらしいね。準備はできているか。あ、行こう。
さて食材回収してから行こう。なんかよく見たらすごいものが転がってんね、この辺。誰か来てくださいよ。誰か来て。負傷者がいる。またまた。ん、ここに見えるのってチョコボのイベントだよね。うん、ややこしい。だるいな。そうだな。この中にいたりする？あ、この人かな？毒消し。ああ、それを要求される時もあるんだね。あげる。あとは自分で何とかできそうです。てかまた同じ人だよ。解決できたな。いつも同じ人が助けてくれって言ってんだけど。学習して。アイテム持ってきて。さてチョコボ。大変だ。チョコボ弱ってるよ。助ける前に邪魔な奴らを追い払え。やっぱりバトルがある。調子に乗りすぎんなよ。お前の。いきなりグフォア。いっぱいすぎるとさすがに反応が鈍くなっちゃうな。しっかり敵を見極めて。ちょっと。一旦離れようか。そして突っ込もうか。一旦逃げろ。ふう。相変わらず集団戦に弱いわ。ボコボコやられちゃうわ。この子に回復薬使ってあげて。ポーション。魔法で生成した薬だからチョコボにも効くっていうね。あ、よかった。リアルにも欲しいね、そういう薬。あの子この辺に住んでんのかな。危ないね。犠牲になるチョコボもいると言っていたな。でも無理に飼うわけにもいかねえからな。外で生きてるなら仕方ないか。今回は助けられたでいいだろ。さてそんじゃ戻ろう。おじさんとこは戻ろう。カーステレオの曲もなんだかんだ揃ってはきたんだけど、各地で買い込んでは来てるんだけど、下手に再生できないな。大丈夫そうな曲しか再生できないな。無事に着いたな。やっぱチョコボ臭えな。チョコボ臭いってどういう匂いなの？チョコボに顔をモフーと詰めたらなんかチョコボ臭いって言うんかな。さて報告。その顔、助けてくれた。助けてくれた顔です。まあ、なんとか。ありがとう、とても嬉しいよ。悲しい報告の方が多いからね。チョコボを飼うということは自然に反しているのかもしれないが、やっぱりあの子たちが可愛くてね。これはお礼だ。君のチョコボにあげてくれ。さて何もらったんかね。またまた種。いっぱい種。この場所はやっぱり全部チョコボ関連のクエストで、報酬も全部チョコボになるんだね。
さて、そんではリアル時間的にそろそろ終わらないといけないので、今日はこの辺にしておきましょう。これでもまだまだ、このエリア全然行けてないっていうね。今行けるのはこの区切られてるここまでなので、半分も行ってない。まだこんなに広々と場所がある。メインストーリー進めるのまだまだ先になりそうだわ。まあそれはそれで、まったり今後も楽しんでいきましょう。というわけで今日はここで終わっておきます。またツイッターの方で配信の告知とか出しておくので、よかったらご覧くださいませ。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。モフ。それではまた。はあ、かわいい。